ガンダー・アウトドアーズ・トラックシリーズは、ナスカーが主催する、ストックカーレースのカテゴリー。モンスター・エナジー・ナスカー・カップシリーズ、エクスフィニティシリーズと共に、ナスカーが主催する3大カテゴリーのうちの一つであり、ピックアップトラックのストックカーによって行われる。1995年は、スーパートラックシリーズプレゼンテッド・バイ・クラフツマン。 1996年から2008年まではクラフツマントラックシリーズ2009年から2018年まではキャンピングワールドトラックシリーズの名で開催された。ピックアップトラックによるシリーズ設立構想は1993年まで遡る。何名かのスコアシリーズに参加していたオフロードレーサーたちがより多くの観客が ピックアップトラックレースに集まることを願い、ピックアップトラックを用いたナスカースタイルのプロトタイプ車を製作した。それらの車両は1994年のデートナ500で公開され、同シーズンに4度のデモンストレーションレースが開催された。最初のイベントはメサマリンレースウェイで6台のトラックによって行われた。残る3つのイベントはポートランドスピードウェイ、ソーガススピードウェイ、 ツーソンレースウェイパークで開催された。ツーソンレースウェイパークではその冬に4度のイベントが開催され、ウィンターヒートシリーズで全国放送された。これらのピックアップトラックによるレースは人気を高いことを証明し、ナスカーはシリーズを創設するに至った。シリーズは初年度の1995年、スーパートラックシリーズとして開催された。新たなシリーズは、 多くのウィンストンカップシリーズ参加チームオーナー及びドライバーからのサポートを集めた。リチャード・チルドレス、リック・ヘンドリック、ジャック・ラウシュはトラックチームを設立、参戦し、デイル・アーンハートやアーニー・アーバンといったトップドライバーもスーパートラックシリーズに参加した。シリーズは1996年にクラフツマントラックシリーズと解消した。2009年から2018年は キャンピングワールドがタイトルスポンサーとなっていたが、2019年からは、キャンピングワールドの子会社である、ガンダー・アウトドアーズのブランドをシリーズタイトルとしている。ナスカー3大シリーズ戦の一つとあって、ハイレベルで、それでいて参戦もしやすいため、過去には、ジャック・ビル・ヌーブ、キミライ・コネン、ネルソン・ピケ・ジュニア、ダレーン・カーティケアなどの元 F1 ドライバーも参戦した。特に、 ピケジュニアは2勝を上げ総合7位に入る活躍を見せている。マイク・スキナーの2006年型トヨタタンドラ。ありがとうございます。